はい、どうも、ミスター x です。トップバス塾ビッグデータバンクサロン生からの質問182。タイトルの文字数を結構ギリギリまでにして投稿したら反応が良くなかったです。タイトルは長いとバズりにくいでしょうかということですけども、えー、タイトルの文字数を かなり40文字ですかね40文字いっぱいいっぱいぐらいまでに45だったかな40が45ですよね、えー、タイトルの文字数だったかと思いますがこれギリギリにして反応が良くなかったということなんですけども文字数とそのバズるバズらないっていう因果関係は特別ないと思いますはいないと思いますね特別長いからといってバズりにくい短いからといってバズりやすいっていうもんでもないということでやっぱり文字の パワーですよね文字のパワーそして、えー、キーワードのパワーと、えー、サムネイルそして動画です、まあ、サムネイルですよねサムネイルそしてタイトルで選ぶキーワードこれが、えー、バズることに関係してるというふうに考えておりますので,でタイトルの長い短いっていうのはあまり関係ないと思いますけどもあまり長いタイトルは見られづらいと思います。 やっぱり最初ですよね。最初のところでどう見せるか。最初のワンフレーズ、ツーフレーズ。えー、スマホで見たときに見えるタイトルですよね。えー、スマホでダーッとスクロールしたときに見えるタイトルのところで勝負が決まっているというところなので、だいたい10文字ぐらいですか。ちょっとそこまで。えー 修行が足りませんねそこまでちょっと何文字までかっていうのをちょっと記憶し忘れてますけども、えー、最初のところ見えてるところの文字数が勝負ですでキーワードをそこにしっかりと強いキーワードを入れていくことが、えー、バズるバズらないの明暗を分けているんではないかというふうに考えておりますはい以上ですありがとうございます